櫻井井君、えー、国民民主党新緑部会の櫻井充です、えっと今日はまず最初に働き方改革についてお伺いしたいと思っていますが、まあ、それはなぜかというと、まあ、この入管法変わりました、もともと生産年齢人口が減少してきていることが大きな原因だと、まあ、そういう趣旨の答弁、この委員会でいただきましたが。 ここにきて、その人手不足の原因がもう一つ、働き方改革にあるんではないかと、地元の中小企業の社長さんたちから相当言われています、でこれ、あの趣旨としては分かります、趣旨としては分かりますが、この働き方改革によって労働者の、労働者不足っていうのはさらに深刻化してるんではないんでしょうか。えー、田中審議官お答え申し上げます。 まあ、当たり方改革につきましては、ワークライフバランスの改善や生産性向上を図って、女性や高齢者を含めて多様な人材が活躍しやすい環境整備を進めてまいる、さらに今後の労働力人口の生産年齢人口の減少、人口自体も減少してまいりますけれども、その中で人材をしっかり確保していくための改革でございます。一方、足元を見ますと、日本商工会議所、東京商業会議所が平成30年10月に行った調査によりますと、中小企業 企業小規模事業者における時間外労働の上限規制や、年次有給休,休暇の取得義務化の対応にあたっての課題として、業務量に対して人員が不足している、特定の時期に業務が過度に集中するといった人手不足や業務の反感に関するものが多く掲げられております。私どもとしてはは働き方改革の趣旨ののののの旨周知やあるるいは専門家にによる企業の個々の実情に応じた無料の相談支援の充実 等におきまして、えー、中小企業、小規模事業者の方々を支援してまいりたいと考えております櫻井充君。すみません、最後、支援してまいりたいとおっしゃいました、何を支援するんですか。田中審議官 一つ具体的に申し上げますと、各都道府県に働き方改革推進支援センターを設置しており、そこで社会保険労務士など、専門家による企業の実情に応じた無料の相談支援等に取り組んでおります。例えば、ベテラン担当者による進捗管理、チームミーティングを通じた業務プロセスの見直しにより、従来発生した手戻りが減少し、業務効率の高まった事例と。 あるいは勤務時間や勤務場所を限定した正社員制度の導入により、求人の応募の増加につながった事例などがあります。まあ、あの働き方改革に取り組んでいる中で、非常にあのうまく取り組んでいる事例などもありますので、そういった事例の横展開といったことを、こういった相談を通じてやるとともに、あるいはさらにです、ね、生産性改善のための さまざまな取り組みに対して助成金のお整備をしておりますので、その活用に関する助言などを行っておるところでございます桜井充君あの。政府の説明は、ですねうまくいったところを強調されるんですよ、うまくいったのは全体の何パーセントですか田中審議官。えー、そういったあの数字については把握をしておりません。櫻井君あの調査していただけますか田中審議官 すいません。あの調査のあり方にも含めてですね考えたいと思いますけれども、なかなか全体の中であの具体的な数字でお示しすることはできないと思います。これからあのざまな形であのご相談あのあろうかと思います。そういったお相談の実態等をあのお伺いしながら、その状況についてはまたご報告させていただきたいと思います。桜井光君数字がなくて、どうして実態がわかるんですか？今実態とおっしゃいましたね。実態こそ数字ですよ。 数字を持ってこそですね、どこが、どのぐらいのどの企業は、どの分野の企業はどれだけうまくいってる、どの企業は残念ながら努力してもうまくいかない、数字でし、数字でこんな捉えるのは当たり前のことですよ、ちゃんと数字出してくださいよ、田中審議官、はいえーと。どのような定量的な把握ができるか、検討したいと思います。櫻井充君ありがととううございいますすそうしな例、ね、例えばです例えばばで 10日間の有給、定められてますね、そしてそこの中で、5日間分は確か時間給で休み取ってもいいんですよ。だけど、残りの5日間は必ず休まなきゃいけないような仕組みになってるんですよ。これ、企業のことから考えてくると、この10日間全部、時間給で調整してもらったら、まだまだやれるんですよ。それを機械的に5日間、ちゃんと全部休んでくださいみたいな制度にしてるから、問題が多いんですよ。我が国はですよ。 そうじゃなくても祝日が多いんですから、ですから趣旨は分かりますよ、そうやってその労働者の権利を守っていきましょうということ自体は理解はしますが、例えばわ々その医者の労働時間、残業時間どうなったかっていうと、結局160時間になったんですよ、80時間じゃなくて、なぜこういうことになったのかというと、80時間にしたら救急外来はやれなくなるからですよ。私なんか36時間働くのは当たり前でしたからね。 だけどそういう中で医療を守ってきてるんですよ。だから、おののの分野分野によって違うので、そこはもう少しちゃんと考えていただきたいと思うんです、でなぜこんなこと言ってるかというと、例えばですよ、あの鳴門温泉の老舗の旅館がです、ね、今度の働き方改革で結局ですよ、年間5日間、まるまる休みを取らないと、この働き方改革、守れないことになっちゃったんですよ。5日間休むんですよ、売り上げどれだけ落ちるかご存じですか。 これだって、ローテーションして人を回せるような大企業だったら何とかしたいと思うけれど、結果的にはうちはそういうことができませんから、それで5日間休むことになってるんですよ、こういう実態をご存じですか田中審議官。そのような実態について、具体的に私、どもとして把握している状況にはございません櫻井君なんでうまくいったことは、ここでとうとうと述べられるんですか。 困っていることについて、なんでそうやって調べないんですか、おかしくないですか、それでどうして実態だっていうんですか、うまくいったことが実態ですか、こうやって苦労してるのも実態じゃないですか、ちゃんとこうやって苦労してる実態も調べてくださいよ田中審議官。さまざまなお声をしっかりと受け止めて、ああ対応していきたいと思っております櫻井充君さて、ここからです。 それで結果的には、労働者不足を補うために一生懸命今、努力されてます、だけど求人をいくらかけても集まらないんですよ、田舎の温泉宿は特にそうです、でそこで,です、ね、外国人に頼るしかないだろうと言って、まあ、今、仙台在住でミャンマーから来られた方でも、30年以上住んでらっしゃる方がいらっしゃいます、この方を頼りにして、ミャンマーから外国人労働者を雇い入れたいと思ってるんですよ。ですが 外国人労働者として温泉宿で働ける場合にはです、ね、確か要件として、試験の要件として、2年以上の実務経験だと、私は観光庁からお伺いいたしました。これはそのとおりでよろしいんでしょうか。金井審議官。 えとあのお外国人の今回の特定技能の受け入れにつきましてはあの、試験を通った方が受け入れるということでございまして、その試験に通れば、そのえー、特定技能として認められるということだと理解しております櫻井光君。いや、そこの試験の要件の話を聞いてるんですよ、試験の要件、試験を受けな,なきゃいけないのは知ってますよ、なの。だからそこの試験の要件のところに、実務研修2年以上というふうに私はレコを受けましたが、それでよろしいんですか。金井審議官 えと試験を受ける要件として、実務経験2年ということは課しておりません櫻井君課していないんだったら、ちゃんと説明のときにそういう説明しないでくださいよあの、質問通告をした際に、私はそう言われましたよ、いや、首振るけどそういうふうに言われましたからね、だからそこはちゃんと徹底していただきたいんですよ、であったとすると、例えばその方々は、今ですね、ミャンマーから人を連れてこようとした際に、あのそのまんま、まあ、ごめんなさい。 日本語ができれば、そうであればあの、その方々は温泉宿で働くことは可能になるんですか金井審議官えーと私どもの試験におきましてはあの、技能試験を開始しておりましてあの、いわゆるペーパーテストと、あと実技試験を開始しておりまして、まあ、そのおテストに合格すれば、受け入れるということになっております櫻井光君。 あの実技試験というのは、どういう内容の実技試験になるんでしょうか。というのはですね、というのは、こういうことも知らないんですよ。ミャンマーに行って交渉してきて、うちの旅館で働いてくださいで成立すれば、それで連れてこれると思ってるんですよ。試験は受けなきゃいけないと思ってますよ。でもそれは日本語ができれば大丈夫なんじゃないかとしか思ってないんですね。でそうだったとすると、この方々、まあ、もしそこで受けたとして、落ちた場合に、だけど、まあ、来てもいいですよ。 で受け入れますよそうなったら、今度は技能実習生で受け入れるっていうことにできるんでしょうか金内審議官えとあの。実技試験につきましてはあの、例えばフロント業務であるとか、そういうことを想定して、簡単なやり取りをするというようなことを考えております。まあ、それにあのであのあの合格すれば受け入れられるということでございます桜井光徳君あの。簡単に受かるもんですか そこだけ教えてくださいつまりその、だから僕は受からない場合には、じゃあどうするんですかと、ミャンマーから来てもいいですよと言ってくれたんだったら、技能実習生に切り替えるしかないのかなと、技能実習生であれば、日本語さえできればそれでいいんでしょ、だったら、そういうふうに切り替えるしかなくなりますが、それでよろしいんですかということを申し上げているんです。金井審議官 あの実際の技能試験につきましては、第1回を4月14日に全国の7か所で行ったところでありまして、今、それを厳正にあの審査中ということでございますけれども、あの一定の能力があれば、どなたでもその基本的な資格があればです、ね、受け入れられるということで考えております桜井充君あの。よく分からないんですが、まずとにかく、えー、労働者として入れるかどうかについての試験がありますと。 技能実習生としては受け入れられるんですかこれ所感違うでしょう法務省それでいいんですか佐々木長官その今おっしゃられました特定技能の試験に受かるからないかかわらず技能実習で入ることは可能です桜井道いやいいんです受かんない場合のことを聞いてます受かるんであれば外国人労働者として受け入れた方が長期間滞在できますから問題はここからですもしこれにこの試験に落ちたとして それで技能実習生としてあ入ることになりました。これ一年間で変えらなきゃいけないことになってますね。これ一年間で変えらなきゃいけないことになってますが、こあのこの間の官公庁の説明と違っていて、2年の、えー、実務経験を重さないということになれば、一年間の技能実習が終わった段階でその特定技能一号の試験を受験することは可能ですか。山下法務大臣。 あのまず、えー、まず試験を受けることが可能かどうかというところについては、あこれはあの技能実習からの受験は、これは認めていないというところでございます1号であればですね、で今あの、委員ご指摘なのは、あの1号ということ、1号技能ということで。 これは1年ということでございますで、特定技能で求められる技能水準というのは、相当程度の知識または経験を必要とする技能と定めておりますので、まあ、具体的には技能実習2号、終了時の目標と同等であることを求めているため、技能実習1号から特定技能1号へのまあ移行を認めるというのは困難であると考えております櫻井充君大臣、そうするとですよ、現実の話です、現実の話。これその 温泉のの方方々経営者の方と話したんですよ要するに、1年間技能実習で受け入れた後に、1回返さなきゃいけなくなるかもしれないんだと、えって驚いてました。だから、これでせっかくミャンマー、まあ、外国から来ていただいた、田舎に連れてくるって相当大変なことなんですよ。継続してやりたいわけですよ。継続できるようにするような手段を考えていただけないですか。つまり 制度が先にあって、その制度が現実にあっていないわけですよ、だから現実でみんな困ってるんです、現実で困ってる問題が起こってるとしたら、それに制度を合わせるっていうのは当たり前の話じゃないですか、違いますか、山下法務大臣。えーまあ、お答えいたしますあの、一般論としてですね、あの今あ、宿泊に関しては技能実習1号ということにしか該当しないということでございますが、2号というものがあ移行できないのか。 で一般論として、業界及び関係省庁において、技能実習2号に移行するためのいわゆる移行対象職種、作業の整備を検討していただければ、法務省としてその結果を踏まえた対応を行うこととしております。そして現在、宿泊業に関しては、そのような検討がまさに進められているものと承知しております。法務省としてもこれを踏まえてです、ね、適切に対応してまいりたいと考えております。櫻井 ありがとうございますそうするとやっとですね、あの今が、ミャンマーに当たってるっていうのも無駄にならないんで、ぜひそれを早くに決めていただきたいといお願いしておきたいと思います。そしてその上で,です、さらにその、まあ、公正されたいと思ってる方々を受け入れようと、それで協力雇用主にあの今日う、えー、仙台の方で連絡をして、多分登録されることになるんだと、そう思います。それでですね,ね その犯罪を犯した方々のまあ公正のために協力したいと、だけど、そのぐらい人が集まらないし、だけど一方で社会貢献もしたいので、それをやりたいとおっしゃっています、でこういう場合には、鳴子という地区だと大崎管内になるので、大崎管内からの紹介っていうのが多いんですよ。というか、原則がそうなってるんです、そうなってくると人口の少ないところで、犯罪を犯してる方も少ないから。 しかも地域で大体何をやった人っていうのがもし分かってるような場合だと、地,で地域で生活するっていうのは結構大変な場合もあるんですよ。それからもう一つはあの、犯罪を犯している方々っていうのは、家庭内での環境が決してよくないと、親子関係とかよくないとで、そうなってくると親子かん、親子関係を一回です、ね、あの話した方がよくなるような場合もあるわけです。そうだとととすると東東京京なら東京もっと離れた地域で 田舎の温泉宿で働いてみたいと、そう手を挙げてくださった方に対して、もっと積極的にね、支援するようなことをやっていったらどうなのかと、ですからその、そこの地域で、その地域のところから探すのではなくて、もっと全国で受け入れれるようにできないんだろうかと、特にその温泉宿の場合にはです、ね、もう宿泊、量がありますから、そこの量でちゃんと、量も完備されて、そこで働いてもらうということになってくると、 あの本人としても心機一転頑張れるようになるし、それからですね田舎の人手不足も解消できるんじゃないかと思っていて、その点について、前向きにご検討いただけないでしょうか。山下法務大臣 あのー、まさにあの、まあ、過ちを犯して、それから更生するものを助けるというのは、これはあの非常に政府としても挙げて取り組んでいるところでございまして、えー、再犯防止推進計画等で、えーまあ、これを閣議決定して取り組んでいるところでございます、そして委員ご指摘のとおりです、ねあのー、昔いた場所にそのまま働くということは、まあ、なかなかできないというふうなこともあろうかと思います、でそういったものについては、マッチングの問題をこれをしっかりとやっていくということだろうと思います。まあ現在あのー まあ刑務所を、あの強制施設やに等においては、これワークというこのマッチングのシステムを、えー、やっているところでございますが、これをさらに拡充するなどしてです、ね、まあ、そういったあこのいろ、まあ、んなさまざま地方で可能性を見いだす、そういったあこの構成の支援に向けても、えー、取り組んでまいりたいと考えております蔵井光君。 あの前向きなご答弁、本当にありがとうございます。あのそれから、まあ、実はうちの事務所でも雇わせていただきたいと何回も申し上げてるんですが、全く紹介していただいてませんので、えぜひご紹介いただきたいと、<laughs> まあこれは陳情申し上げておきたいと、あのそう思います。もともとは決して悪い人たちじゃないんですよ、大体の人たちが。たまたまその親子関係が悪くなって、まあ、すねてというか、ぐれてというか。 それで自分たちが犯罪を犯したことについて、悔いている方々が大半です、ですから、そういう人たちの心のケアを行いながら、ちゃんと雇っていくと、僕はすごくいい戦力になるんだと、そう思ってるんです、ですから、ぜひですね、そういう人たちの再生の道のためにも、マッチングのところをきちんとやっていただきたいこととうちの事務所でも人手の探しておりますので、ぜひご協力いただきたいと。 あのお願いいいしたいと思いますこれで、これ、まあ、実は仙台に1回行ったことがありまして、その際、に何て言われたのかというと、政治的中立だから、国会議員の秘書として紹介することはできないと言われました、おかしな話です、別にそれは政治的、なんていうんでしょうか、まあ、私は野党だから、野党の国会議員に紹介することが政治的中立というのを保てないという話に僕はならないんじゃないかと思います。 その点については大臣、どうお考えでしょう、通告してないんですが、すいません <coughs> 山下法務大臣。あのちょっとあの、えー、ご通告いただいてないあの、個別の事案でございますので、まあ、あのそういったところについてですね、あのちょっとお答えはあのお差し控えさせていただきたいと思います桜井君ただその、やはり積極的に雇い入れたいというところがあるんですから、そこはもう少し柔軟に考えていただきたいと、あのそう思います。<coughs> さてそれでですね、こうやって見てみると、働き方改革でも人手が足りなくなりそうなんです、さらに。そうすると、当初計画していた34万人ではまた足りなくなるんじゃないかという要素が出てきてるんですよ。そうすると、この間の委員会で大臣から、ですね、まあ、向こう何年間かは考えてませんとは言われました。しかし、私は与党の方と話をしてみると、特に与党の座長の方はかなり積極的にですね、 すいませんあのここで言っていいのかどうか分かりませんが、その方から言われたのは、もっと短い期間で見直しをして、えー、もう少し受け入れられるようにしたいと、まあ、そういう話がありました、改めてですが、その人材が十分確保でき,たできない場合には、ある程度、柔軟に対応していただくことはできないんでしょうか山下法務大臣。 えまず、これ、特定技能に関しましては、これはあの政府の方針といたしまして、分野別基本方針にえまあ明記されました、向こう5年間のえ受け入れの見込みの最大数、これはあこの5年間は大きな経済状況の変化がない限りは、これを上限として運用するということになっておりますので、政府としては当面、そういったところでえ運用してまいりたいと考えております櫻井光君。 あの政府の基本的方針はそれで結構なんですよ。ですが、そうではなくて、もしですね、いろんなことがあるじゃないですか、例えば消費税だって、上げることをもう決めてるわけですよね、でそれを前提に予算もずいぶん組んでますよ、子どもの手,手当とかなんとか、だけど景気が悪くなったりとかして、上げられない環境になったら、これ、上げないかもしれないんでしょ、また、いや、わかりますよ、大臣に聞いてもしょうがないことですが、再々延期もあるんですよ。ということはですね。 一度決めたからといって、それ、まず方向性はそれで結構です、だけど、何らかのことが起こってきて、やはりどうしても足りないような場合には、ある程度柔軟に考えてはいただけないのかどうか、その方向性についてだけです山下法務大臣。あのまあ、私がお答えできるのは、あのまあ、これはあの基本方針、あるいはその分野別運用方針にも定めているとおり、向こう5年間はこの受け入れされたいの。 上限としてて、えー、運用させていただ、きたいといとうことでございます桜井光君、まあ、あのこれはもう水かけ論なので、とにかく対応できないような場合には、まあ、検討はいただきたいということだけお願い申し上げておきたいと思います。それで、えー、技能実習生の方とです、ね、それから外国人労働者、特定技能1号っていうんでしょうか、えー、賃金はどのぐらい違うんでしょうか。佐々木長官 えと一号特定技能外国人はあ少なくとも三年間の技能実習を終了した方あこれと同等の技能実習水準にあることに鑑みましてその報酬額はあ技能実習二号で在留流している方の報酬額を上回ることになると思います桜井光君どのぐらい上回るものなんですか佐々木長官、えー、おそらくあのお職種ごとにまちまちだと思います桜井光君 あのそこがね、それはそ当たり前の話なんですよ、それは職種ごとによって違うとは思います、いや、なんでこんなことを聞いてるのかというと、あの先ほどのご答弁は、温泉旅館に着いた、一本前進なんです、それは何かっていうと、一回母国に帰らなくて済むようになったから、らそこは一歩前進ですよ、ですが、特定、えーと、技能実習生の1号っていうんですか、それから2号に変えていただけるって話なんですか、これは。よくわかりませんが つまり、それでも技能実習の期間は今度は3年間になるわけですよね。だったとすると、賃金は上がらないまんまということになりますね。そこのところに僕は問題があると思っていて、そういうことのないようにしていくためには、ある程度早い段階で賃金を上げていただきたいんですよね。なぜかというと、結局失踪している原因の大半は、賃金が安いからであって、 そうすると、他のところの職種に行く、他の地域に行ったほうがいいという話になってしまうので、なるべく長い期間いてもらうようにするためには、いかに賃金を上げるかなんです、ですからその、自国に、母国に帰らなくてよくなったという点については評価いたします。ですが、この人たちの給与をどうやって手当てするのかということについて、どうお考えなんでしょう。佐々木長官 <laughs> 今申し上げました、技能実習よりも特定技能一応が上であるべきということにつきましては、今回の特定技能の運用要領の中に、その旨を書いておりまして、受け入れ期間に奨励をしております櫻井光君いや、そこは分かってるんですよ、それは分かった上で、そうすると例えば、最初は仕方がないですよ、試験がもし受からなかったとしたら、技能実習生で入ってくるのは、1年間はね。 でその後ですよ、問題は、その後そうすると、先ほどの話だと、実務要件2年をかけないということになってくれば、1年間やってみて、フロント業務などがきちんとできれば、今度は、えー、試験をその場で受けることは可能なんですよね佐々木長官。えもう一度お申します君す桜井要るに,要するに 何も経験のないままに、ミャンマーならミャンマーから日本に入ってきます。その際に、えー、外国人労働者として受け入れられるためには、試験を受けなければなりませんと。試験に合格すれば、特定技能1号としての資格で、外国人労働者として日本に入国ができますと。いいですね、ここまでは。じゃあ、待って、いいですね、ここまではで。一方で、もしその試験に受からなかった場合には、技能実習生として入っていただくことになるんだろうと思います。 技能実習生で1年間終わりましたと1年間終わったんだとすれば、当然そこでフロント業務なども覚えたので、先ほどあの移行する、あその特定、えー、と技能実習生の2号ですか、そこに移行するような話もありましたが、そこの時点で改めて試験を受けて、えー、特定技能1号という資格を得ることは可能なんですよね佐々木長官あ。分かりました、あの可能です。 佐々木長官、佐々木長官、えー、技能実習を一年終わられました。その時点で特定技能のお試験を受けることは国内で可能です。桜 <laughs> <laughs> 井み光る君、それで大丈夫なんですね。 そうですか出会ったとすると、この間までですね、いや、この間まで、結局あの、役所からの説明が違っていたので、時刻に帰らなきゃいけないんじゃないかという心配をしていましたが、そこの時点で試験を受けられれば、今度は特定技能1号の権利を得ることが出るからできるから、そうすると、今度はそこから5年間入れるんですか、それからその、えー、と技能実習生として1年間もカウントされて、そこから4年になるんですか。佐々木長官 当然のことですが、試験には合格をされるという前提で、その試験に受かって特定技能の在留資格になってから5年間です。櫻井光君そうか そうすると、あのこの間までの説明よりは随分すいません、説明のされ方が悪かったのかどうか、私の理解が悪かったのかもしれませんけれどこれだと継続して入れるようになってくる可能性が高くなってくるので、そうすると、あとは外国人労働者の方々が技能実習生という形でもいいので、日本にどうやって入、日本っていうよりも地方にどうやって入ってきてもらえるのかどうかということが、最終的な課題になるんだろうと、そう思うんですよねでもう一つね。 今度は、こういうことも今、起こってるんですが、えー、日本語学校の,その受験者の数がだいぶ減ってるんだそうなんです、その日本語学校をに来て学んで、それから日本で働こう、もしくは学校に、さらにがあの例えば専門学校とか大学とかに行って,働いて学んで、それから働こうではなくて、ですねあの募集をかけているんだけれど、集まりにくくなってきてるんだそうなんですよ。 そうなってくると、その技能実習生ということで受け入れるっていうのは、またまた地方になってくると、今度はハードルが高くなっていくような感じがしてるんですが、その点について、認識はありでしょうか佐々木長官。 おそらくどのような職種によるのかということにもよるかと思いますけれども、今、技能実習の皆様は全国、い、まあ、わばつづうらうらに各県に入っていらっしゃいますので、それぞれに、それぞれのネットワークといいますか、あのつてがあるものと理解をしています桜井充君。つつうらうらに、そのネットのある人はいいんですよ。つまり 今、私が話を聞いてきたその温泉旅館の方のように、新規に参入されるようなことに方になってくると、ハードルが高くなっていくんじゃないかと、つまり外国の方々は日本に来るのは、結局、自国に残した、母国に残した家族のために仕送りするために来てるわけですよね、外貨を稼ぎに来てるのであって、そうすると、1円でも高くあの働きたいと思うのは当然のことであって。 そういう人たちを、これから、まあ、繰り返しになりますが、地方にどういうふうにしてきてもらえるようになってくるのかについて。あの、ぜひ、改めて、ご検討いただきたいと、そう思います。それから、あの技能実習生の制度が変わりました。技能実習生の制度が変わって、技能実習生の処遇は、一体どのように変わったんでしょうか。佐々木長官。 えと委員をしているのは、処遇というのは、あの賃金という意味で、えー、よろしいでしょうか櫻井みち君。賃金だけを指しているわけじゃありませんで、例えばその法廷外の労働がどうなったとか、いろんな問題がありましたよね、そ,のそういう問題がどの程度解決したんですかということです。佐々木長官 えと賃金が、技能実習の方の賃金が平均していくら上がったというデータは持ち合わせておりませんけれども、制度そのものの改善点、良くなった点という意味で言いますと、技能実習機構が実地に、検査に赴いて、問題を見るようになったということ。 それから母国語相談をやるようになったということ、それから実習先変更支援などを行うようになったという環境の整備が行われています桜井満君。結果的にはそういうことを行って、失踪者の数は減ってるんですよね佐々木長官。新制度の下での失踪率で申しますと、旧制度よりも若干減っています桜井満君。 福岡議員からの質問にあるように、絶対数が増えてきているので、率では分からないわけですよね、絶対数はどうなってるんですか佐々木長官。 えと絶対数、29年末時点での技能実習生の在留者数そのものが、28年末に比べて約5万4千人増えています。一方で、失踪者数は28年が約5千人、二人、29年7千人、30年9千人となっています櫻井充君。失踪者の数は増えてるっていうことでいいんですか、そうすると佐々木長官。 失踪者の数は増えていますただ、母数が技能実習生の数全体が増えていますので、その失踪をした割合が減っているということを申し上げています櫻井光君、まあ、一つは、その失踪者の割合が減ったことは、それはそれで評価はしますけどね、だけどこれから外国人労働者の数が増えるわけですよ。外国人労働者の数が増増ええてていって増えたから その失踪者の数が増えていっても構、ま、わないとは言いませんが、そういう話になるのはおかしなことですよね、そうすると、失踪の原因というのはどこにあるんですか。佐々木長官 今回の制度でも、一部の実,習実施機関に問題があって、例えば賃金の不払い、あるいは人権上問題のある取扱いなどがあって失踪したという事案もあります。ただ、同時に多くの場合におきまして、より高額な報酬を求めて失踪したということも、今回の調査結果にもございます櫻井道 あの、そこの分析をきちんとするべきだと思うんです。要するに企業側の問題なのか、それとも日本国内に入ってきた外国人の方々の都合なのか、そこについての分析をきちんとしていただかないと問題は解決しないと思いますで、そうするとですね。まず、前半の方だと受け入れすることができない。程度のペナルティにするのかどうかっていうのは？ これは考え方だと思っていて、やはりそういうことをやってきたということ自体は犯罪ですよね、契約不履行ですから、そうしてくると、あのまあこ,のえー、とこの制度上はあその、えー、受け入れができませんという程度で、他のところでペナルティがあるのかもしれませんが、もう少しきちんとした処分を下すべきだと思いますが、いかがですか。佐々木長官 問題の深刻さはおっしゃる通りだと思いますで、入管としてのあのお,おそらく大きなペナルティは今お御指摘のように次を入れさせないということかと思いますがその他労働関係法令などの適用がどれがあるかということについて厚労省とも相談をしていきます桜井光君ありがとうございますで、その上で今度はそうすると報酬の高いところに移っていくために失踪していくとこれどう見たってですよいやこれは長官ね 日本人だって、結局、田舎より都会の方が給料高いから、みんな都会に行くんですよ、これ、外国人をそ,のそれで止めるっていう話はどうやってするんですか、つまり、ある地域にだけ限定して入ってくるようにでもしないと、その居住の自由があるからといって、今回の法律上はですね、いろんなところに行けるようになってますよね、僕はだからそうじゃなくって、前に申し上げたとおり、ある地域で受け入れるような仕組みを作ればですね、 そのの地域からの外には出れないんですよらか,の,かあのことをやらないと、結局は日本に入ってきましたと、でも、あの横のネットワークがあって、給料こっちの方が高いよという話になれば、都心部に集まってくるようになるんじゃないんですか、最後は。佐々木長官 あの審査手法というのはあの、いろいろあるかと思いますけれども、まずは、えー、地方でも外国人が住みやすい環境作りをするということ、それから業界ごとの協議会において、えー、時々刻々とおお変わっていく外国人人材の受け入れの様子を見ながら、その職種として何ができるかということを協議をしていくという仕組みにしております桜井光君。 あのまあ、いろいろご検討いただいていることについては感謝申し上げますが、どこまで実効性があるかということだと、あのそう思います、それともう一つは、今回私、えー、そこの温泉宿の社長との皆さんと話をした際に、制度をほとんど知りませんでした、ですから、あのもう少しきちんとしたこういう制度になってますよということを、まあ、業界団体のトップの人たちは知っているのかもしれないけれど、一般の方々が本当に知らないわけですよ。 そうすると、これ、誰があのどういう形で伝えていったらいいのか分かりませんが、法務省は少なくともそういう業界団体を所管している省庁ではないので、法務省から伝えることは難しいことなので、政府全体として、各関連の部署に、各関連の産業に対して、そこの役所がもう少しきちんと伝えていただいて、その地方の人たちがもう少しこう使えるような、 ことにしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました、はい伊藤